はようございます。山男チャンネルです。解禁して、3日目にしてようやく1匹目の、魚を釣ることができたんですが、今回の動画では、低水温の時期の、釣りのポイントについて、ご紹介しながら釣りをしていこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。上流の方はね、人がいらっしゃったんで、さすがにあそこではね、釣れなかったので、下流の方に下ってきてます。ちょっとトラブルが発生しまして、まあこれウェーダーでこれをね、履いていこうと思ったんですけど、ちょっと靴がね、これなんですよね。で、ここのところまでが結構きつくって、これ厚みがありすぎて、ウェーダーが用意したのに履けないっていう、ちょっとトラブルが、発生してしまいました。まあ、ここまで来てね、やめることもできないんで、まあ、しょうがないんで、ちょっと普通のズボンと、あと、まあ、渓流用の靴ですけど、これで、まあ、水にはね、入らないようにして、釣るしかないですね。いやー、ちょっともう、幸先が悪いです。ようやく入渓しましたので、ここから、釣りをスタートしたいと思います。やっぱ結構河原には雪がありますね。じゃあまあ早速やっていこうと思います。魚はいると思うんですけど、放流してるはずなんで、ただ全く魚影は見えないですね。はい、ナレーションで失礼します。早速、低水温時期の釣りにしては間違いを犯しております。投げてからすぐに、リールを巻いてますね。もうちょっと沈めてから巻いた方がいいと思います。ここがね、一番魚がたまると思うんで、ここで釣れないとなると結構厳しいんですけど、ノーチェイス。いやーまずいな。午前中に釣られちゃったのか、技術不足で釣れないのか。ないなぁ。魚影すら見当たらずという感じで、かなり厳しい状況です。でこの先ね、ちょっと行きたいんですけど、ちょっと上流も下流も他に渡れそうなところがないんで、ここを行くしかないんですけど、まあ、なんせちょっとウェーダーがないんでね、この状況で行くのかどうか、一応行く方向でおります。足をつけてみます。やばそう。いやー冷たそう。いやー冷たそう。よし。うわー冷てー。氷ですね。もういやー、この先でなんとか、ここまでしたら釣りたいけどな。はい、ナレーションで失礼します。低水温時期の釣りのポイント、ポイントの選定はこういう、プールみたいな流れが緩いところを選んでいくのは、正解かなと思います。流れがやっぱりきついと、そこに留まっていること自体ができないので、まあ、そういうところには魚はいないかなと思います。こういう流れが緩いところにたまりやすい傾向にあります。
さあこちらの支流で釣りをしていきたいと思います。今日のね一応本命になるので、まあここでなんとかね今年初の魚を釣りたいと思いますけど、頑張っていってみます。ここの川前からこんな感じで細くて浅かったんですけど、なんか以前よりも結構埋まってて川も荒れてますね。もっとポイントが前はあったけど今全然なくなっちゃったな。魚もなんか流されてそう。今日も坊主かも。ダメ、敗退。今日もゼロでした。今日で3日目ですね、になりますが、まだね、ファーストフィッシュが釣れてないんで、23連打初フィッシュをね釣りたいと思っておりますが、ちょっとどうなるか、頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、今日のルアーはこちらですね。スミスの、D ダイレクト。深いレンジをキープ しやすいので、まあ、この時期魚活性が低くって、深いところでねのんびりしてるかなっていうところで、ちょっとこのルアーで行こうと思います。いやちょっと浅いですけど、いい感じ、いい感じです。いや釣りてー。最初からいそうなポイントですね。ちょっと深いところに魚がいるっていうことを意識してやりましょう。うわーいいポイント、ここはおるでしょう。ちょっと沈めて、ここは絶対おるでしょう。やばいっすね、ここは。ここで釣れんきゃもう釣れんぞ多分。わー当たったかと思ったけど違ったか。お、来た。わあ、すっごいノロノロ来てました。魚がやっと出てきたけど、あんなん釣れんのかな、うん、食べる気全然なかった。おる、あーバレた。いやー今一匹やる気あるやつおったのに、この辺にいたんですけどバラしたてがもう逃げちゃったな。いやでも粒子にいました。いやーダメやろうな、さすがにあれは。いやしかも結構いい方、しまった。はい、ルアーをこちらに変えてみます。ファインテールエデンの、4号SS かな。スローシンキングでちょっと食わせの間を作って狙っていこうと思います。
っしゃ来たやばい、いやー今年暑い、ありがとう、やっと来た、いやー解禁できた、2023年解禁。